入ってこれない制約でもあんのか。ペル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 。俺のターンドロー、マジックカード、火を焼き尽くせ発動。クソゲーで殴られたらクソゲーで殴り返せ。あの野郎ギリギリリゲインで競り勝ちやがった。仮面の目の部分がちょうど目の高さと合ってなくて前が見えん。はい、ってわけでどうも皆さんこんにちは、こんばんは、りょうと申します。さあ今回もねエルデンやっていくんですが、おそらく DLC 前に出せる最後のパートとなるんじゃないでしょうか。で動画外の方でちょっとねスズランの鈴玉やったりを集めておきました。余裕やったわ、一回も知らんかった。ほんでセレン先生のイベントもちょっと進めたんで、最終段階やって奇跡のクリスをいただきましょう。でその後すぐにエブレフェール直行ということでよろしくお願いします。やっていきましょう。踊れこれこれ踊れこれ。ジェレン好きやねんけどな、ちょっとさすがにしゃあないよな、こうなってくると。俺らおっさんは戦技は炎の唾にしといて、これで火力を出していくと、まあ、そういう構成なんですよな。やめんかいこれ。てかお前の剣どこにあんねん。おっさん砲発射。いいね、プラ10まで鍛えた価値はあったな。美味しいところは俺がもらう。これ新たなオリス。そうか、このルートやったらジェーレンの防具がもらえんのか。これさえもらえりゃもう用はねえよ。よっしゃお疲れっす。よっしゃ、ほなここからね RTA バリに行きましょうか。ラティナの妹がいるから奇境の廃墟にまず行こうか。あの犬は何をやってるんや。あーそういうことか、追ってんのか、スカラベを。ダケンが、おら、駆除駆除駆除、このダケンが。先輩、白い影のいざない？おとりに使えと、そういう話やな。アーキバスやってる、アーキバス。アーキバスグループやんな、お前。なあ、アーキバス、痛すぎ。お前は DLC やってからや。DLC のボスの追憶をな、複製すんだから。はい、奇境の廃墟。当たる当たる当たる !NPC に。ラーティラ召喚、でかすぎんだろ。起きる？ Thank you. I finally fulfilled my... これがあなたの使命だったんだ。おお出た。新たな白金の命を生むためってこと？どういうことなの？なんとなくダクソ2感あるわ。さっき拾った、なんちゃらかんちゃらのなんちゃら。これは結局ここで使えっつうことなんかな？ちょっとサブに仕込んどこう。さあやろうか。悪名高き、結構クソギミック。攻略法分かっとるから今となってはそこまでしんどくないっしょ。このトーチがあれば姿を消しとる。あいつらが見えるはず。黒き刃の刺客たち。あ、いるね、見えるね。これって背負ってても大丈夫やんな。ちょ、さっきにこれ取ろうぜ。あい、つけたら俺の勝ち。やめんかーい！楽なルートに気づけんかったら、マジでしんどいんよ。はい、まず二つ目。あー、やってるやってるやってるわ。やめんかい、やめんかい、やめらんかい、やめらんかい。いやでも思ったほど痛くねえ。大丈夫大丈夫大丈夫よ大丈夫よ。これだから白金族ってやつはよ。これ全然役に立たなくね。なんで乗られへんね。乗れるはずやねお前ここ。急に乗るな。根性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 で行く、根性で。でー、ここガチ初見の時ほんまに切れたもん。だからなんでそんな火力が出んねんお前。尺伸ばすんやめてもうていいっすか。まれにやまれ行く言うとんねんこっちそら。おら、お前、知りやんのかい、ゴリー。女性に対してそれはさすがに問題やな。白金の弓出せ、ゴリー。さあ、これで全部かな？お疲れっす。はい、封印が解かれましたよと。黒き刃シリーズの防具があるはず。まあ、ここは以上やな。ここからが本番よ。まあ、言うてそこまで長いダンジョンではないので、サクッといけたらサクッといける。ミキラの聖樹、あからさまやな。めちゃくちゃあからさまにもう落下って感じ。もう落とそうとしてるからな。マップが。マップに石あるもん。グリ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 ー、うどりくりー、うどりくりー、よいしょいい、よいしょだらじゃっちゃっちゃしょいい。ここに来て以前強化したピザカッターが役に立ってる。お前落ちろ。落ちらんけい。いや、落ちてもらっても困んな。お前の武器欲しいねん。踊れの武器が欲しいんじゃ。マジこれ最適解。ほんでなぁ、なんかでかいのいたやなぁ。でかいやつの武器がどうしても欲しいの。ただドロップ率がめちゃくちゃ渋いゆえに、マラソンがね、すげぇ大変なんよ。おっさんほう、うん、発射！
こういう時に使えるんよ、これは。このアリ、アリ、アリーベテルチ、踊れな。その笛、よこしてもらおうか。やめらんかい、ヒップドロップ。なんだこいつ。おーい、こいつやってるじゃん。マラソン難易度一番高いって。やめろ、やめろ。おい、やめんかーい。うわーん。こういう足場では最強よ。お前には古竜眼をぶち込んだ価値があるんだよ。怖え、怖え、怖え、怖えってなんだこいつ。おっさん方、はしゃい。吹っ飛ばねえからいくらでもっていい。武器出せ、武器出たか？出たのか？なんやこれ。で、死者たちの大頭。ちょ、もう一発で出えへんのマジきつい。ドロ率どんだけしょっぱいんじゃこれ。マレビトノルン。よいしょ、ここ。はい、俺の勝ち。こっからちょっと急ぎで行こうぜ。なんだてめえ、どっから出やがった？カメレオンすな、カメレオン。硬えな、ここの奴ら。カッチカッチやわ。これ、覚えてる。こしゃくなことしてくるやついるんすよね。そうなんすよね。お前が落ちろ。人をコケにしやがって。踊れこれこれ。踊れこれ、おっさん方。示談争点。発射。逆にあれめんどくさくない？逆にめんどくさいことになった疑惑はある。何しとんねん、お前。しっかり当たらんかい。怖いね。いいね、いい感じに釣れたね。なんでお前も気づくねん。獅子の根性得て立ち上がっただけか。足が痺れただけやったわ。ナイス！壁越しでも当たりますよと。壁越しでも当たるっつってんだよ。お前ら入ってこれへん、ここ。なんや、くんのかお前。え、これ、くんのかお前、これ。これ、弾け飛ばんかい？やばい。お前か、どっから湧いてくんねん。お前らここ入ってきたらあかんの？もしかして。入ってこれない制約でもあんのか？所詮ゲームの生き物よな。いってバカ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 。お散歩、発射。ここマジバカじゃん、火力。多分本編で一番敵の火力は高いんじゃないでしょうか。この下ってなんかあるんやったっけな。なんでここな、危ない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 よ。え、オニアの超かいな。いらぬ、いらぬ。引かぬ、こびぬ、帰り見ぬ。プル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 プリッ。よいしょ。はい、お疲れ、砕け散らんかい。まず、薬効落として。落ちらんかい。落ちひんか。これ、グラン作戦な。うん、ギリギリ落ちないのやめ。うわ、出た。あ、今の方眼、いっつえ。ここにおびき出してから、こっち側から行くわけ。おー、ギリギリ届いていく。行って、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 痛すぎくん、痛すぎくん。おっしゃ。外が開通。危ねえ危ねえ。怖いねえ。さ、ちょっと、祈祷の構成変えようか。黄金の魔力防御。これもなかなか強いっしょ。これで多分、ボスの魔法はほとんど効かん。よっしゃ、行きましょう。またお前やなって感じやな。ローレッタ先輩。まず一回食らってみてもいいぐらいやろ。なあ、物理相手、物理相手。ちょっと縦油欲しいか。お散歩、発射、避けるんじゃないよ。俺に魔法など効かん。なれば黒煙を入れるしかない。いや、さすがにそれはご利用しがすぎんな。さすがにね。ある程度魔法を無視して突っ込んだ方がええまであるって。まず、毒蛇。ちょい。おりえ。ヒットアンダーウェイで、ヒットアンダーウェイで。ヒットアンドゴーアンドアウェイ。で、祈りの一撃があるので、祈りの一撃を無理くり入れて回復するってことも、まあできるっちゃできるけど、痛すぎな、それは。無理くり差し込め。ペイ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 。結局これなんじゃない？火を焼き尽くさんかい。あ、やっぱこれ強いね。なんだかんだ言っても結局火を焼き尽くさんかいが一番強いねんから、このゲーム。はい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 。直火焼きなんで、うち。はい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 。いや、もう結局これじゃん。これって稀には打ち上げれたらおしまいや、でも。かゆいかゆい。かゆい。かゆみ成分、かゆみ成分、かゆみ成分配合。直火で炙っていくー。それ怖いね、さすがに。防護かけ直したいな。ここで、いけるかな？やめろ！やめろめろ！なんで当たらへんね。しゃがんでたからか。たまにあるしゃがんでると当たらんやつな。何食らっても死ぬ。何食らっても死ぬ。何でも死ぬから今。何でも死ぬ。何でも死ぬ。だが、俺の勝ちのようだね。はい、お疲れいい。で、ローレッタの戦果もな。50万ですか。なかなかですね。これ、古竜眼しと。ちょ。古竜眼、いくらでもあって。
古竜眼だけは何番ってもや。ほんまにかっこいいな、この装備。おしゃれコーデ金賞受賞です。モーションが剣装と同じやから、弱いわけねっすよね。お前でちょうど試し切り。ちょっと戦技は弱いか。ニーヤすんな、ニーヤ。なんかどっこいどっこいな、でも。それは食らうわけにはいかないね。ほんで、シリ。オーケー。ロールチャーの斬撃。お疲れ。ちょっと弱いな。あ、ミリセント。ちょっとミリセント連れてこなあかんな。ドミヌラに確かいるはずなんですよ。あ、いるわ。あ、じゃあ、すごいな、オートメールって。喜んでくれてよかったよ。てか、思ったらこっち側来てないな。あ!これ、絵画のやつじゃん。ええー、なにこれ?火の滞在?よいしょー。あ、これも燃やす系か。俺燃えてんじゃん。俺燃える系、これ。雑魚。ザーコ、ザーコやな、これ。これ、いつ消えるんすか?俺ずっと焼かれたまんま。おい、俺ガチでずっと燃えてるやん。ダメージまで食らってんの?お遊びは終わりにしようか。敵が硬いね、ここまで来ると。とりあえずアイテムは全部もらっていくぜ。おりえ。地獄の豪華に焼かれるがよろし。これあれっしょ。ミケラの騎士剣。あ、いるね、いるね、いるね。まあお前もこうかもよ。火を焼き尽くさんかいよ。はい、火を焼き尽くさんかい。お前特に火に弱いようだな。いいダメージが通るじゃないか。くせくせくっさ。ちょっと待て。まずこれ。これが必要なんだ。私にはそれが必要なんだ。はい、火を焼き尽くさんかい。直火で炙っていく。直火焼きが、うちの強みなんで。ちゃい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 。重ねんのやめ。重ねんのだけはダメ。燃えらんかーい。火を焼き尽くさんかーい。お疲れーす。これほんま強いわ。腐敗した儀仗。日本?これバグ?バグではないか。おそらく確定ドロップのテーブルと、ランダムドロップのテーブルがあるんだ。この下って確かあれっしょ。マレニアの、マレニアちゃうわ。マリカのタダレ刻印が確かあそこにあるんですが、マリカのタダレ刻印は別にいらん。さらに火だめ上がったらもうおしまいですよ。いや、逆にあんまり変わらんか。ヘビーマシンゲン。ヘビーマシンゲン。はいはいはい、もうおしまいだよ、お前。お疲れ。砕け散らんかい。模色9ね。ちょっとそれ、ちょっとずるくねえっすか?確かこっち側からもいけるよな。あ、ごめん。ごめんね。ごめんって言ってんじゃん!謝っとるやろ、人が。俺に燃えらんかい!三なる降臨。なんだったっけ、これ。レガシーダンジョンの中ではかなり狭い部類に入るダンジョンなんで、そんな恐るるに足らんよ。あい、死ぬしかねえな。鎌タイプはやりやすいな。まあ、マラソンでよく戦ってましたから。プリッ!やめんかい!ここに、こう!ミスることは許されん。はい、聖騎士の兜。進行アップやね。このルートがまあ一番楽やな。言ってる間にもマレニアよ。ほんまに。あ、ほらほら素晴らしいダメージ取ってるよ。死んでいく。結局、五章乱の方が強いのか、こっちの火を焼き尽く3回の方が強いのかやな。お前らは呼んでねえじゃん。その盾欲しいんだよな。けど確かここのやつは落とせへんねん。ややこしい話。盾落とさねえんだったらお前に酔わねえんだよ。ベンザみてえな頭しやがって。鬼のディレイやめんかーい。だからそんなものはもはや俺には通用せん。ナイスー!狭いところに来ちまったのが握手だったようだな。はい、王のルーン。この眉ってガチなんなんやろ?王朝のミケラもこういう感じの眉に入っとったけどなんか関係あんのかな?関係がないわけはないな。というか俺火山館やってねえじゃん。火山館より先にこっちに来ちゃったよ。うわ、ちょっと待って、ゲジゲジ強いな。ムカデ人間。ですね、虫糸虫糸。虫糸取ってないて。ほんまにエブレフェール短いわ。秒で終わるじゃん。まあ、その代わりボスがな。ボスがやってるからね。さあ、ミリセントのイベントを終わらしに行こうか。またあれ出てくるからな。あの、何やったっけ。あの、なんたらかんたらとか言う、なんたらかんたら。ほら、押せ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 。押し切るんだ押し切るんだよ、お前。あー、壊れてくわ。パンパンばっかりです、このゲーム。人の死に方じゃないですよ。あーまた食われてくるプーなんかちょうどいい感じになってな。ちゃ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 、な、は?は?かわしてからのこれ飲んでからのここに、この炎、炎、炎、炎!やけ、回せ回せ!もうある、もうある。さすがにな。はい、お疲れ。ペタグ手間取らせやがってよ。ミリセントの、協力者として行った方がええんやったっけな。まあ、敵対する理由もありませんからの。よっしゃ、手を貸すぜ、ミリセント。結局火を力よからの、もうこれやってりゃいいんだよ。焼き付く3回。もうこれをね、無限にここで撃つだけ。それだけのゲーム。ちょ、痛くねっすか?なんだこいつ。あ、ポリアンナいるわ。あの、前に手伝ってくれたやつやん。
そうか、お前ここで出てくるやつやったんか。もう誰もいなくなるまで俺は永遠にこれを打つだけ。あとお前だけやな。やれミリセントブラッディフィンガー、え、お前血の指だったんですか。あ、これ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 間違えて踏んづけたら死ぬからな。間違えて踏んづけないように気をつけて。悪意の主に伝えてくれ。私は私でない何かとして咲くぐらいなら私のまま腐りゆくことを選ぶとな。ゴーリーか、少し一人にしてもらえないか。赤い腐敗がひどくうごめくんだ。私はもうすぐ肉塊となる。人が触れるべきでない呪いの、そんなもので君を傷つけたくはないんだ。あー、ミリセント、ムクガネの針ね。これまだ完成品じゃないよな。さあゴーリー、おめえどうしてくれようか。これ虫糸はもうゲットできへんのかな。まあ、別にいいか。ゴーリーこれこれ、ゴーリーこれ、いえ。メリセントアが娘よ。なぜ針を抜いたのですか。もう少しほんの少しで、最上の花と咲いたものを、拒絶するのですか。まるに住むと同じように、我ら、赤い腐敗の苦労、メリセント、まるに住む。そんなにも我らが送られてするかい。メリセントア、己でない何かとして咲くぐらいなら、腐っていくこと選ぶとさ。ならば貴様も、ここで腐りなんかしょうもない死に方やな。須藤信徒のセーフってこれあれやんな。祈祷のカルカップやんな。この先スズランの鈴玉があるんで、まず強引にかっぱらおう。はい、これで全てのスズランの鈴玉揃いました。プル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 プリプルプルプルプリ。あ、ここやな。ここから入れば、竜の大盾のタリスマンがゲットできるんですわなーって感じなんですが、ここ結構やべえな。これ取りゃ勝ち、取りゃ勝ちなんだよ、俺の勝ち、完全勝利、さらばだ。さあ、来ちまったか、マレニア戦。これって多分メリナの服やな。なんでこんなとこにあるんや。ミリセントの服の方が可能性高いか。まあ、霊薬やっぱあれっしょね。炎アップ。からの DJN にするか。おそこで行こう。さあ、見せてやろう。最強火力となった火を焼き尽くさんかよな。あー、もう入っちゃったよ。この木って完全にミケラの姿やんな。この辺も DLC に絡んでくんのかな。野郎が嫌がるわ。悪い人ではないんやろうけど、正直一番迷惑かけてるよね、デミゴッドの中で。 I dreamt for so long. なんか言うてます。 My flesh was dull gold and my blood rotted.Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. もうほとんど体全部腐っちゃってるから、足も義足なんだ。となるとさすがにちょっと不憫やけど、結構あなたやらかしてますから。Heed my words. 気候も知るがよい。I am Melania.Blade of Mikela. ミケラの刃、マレニアを。And I have never known defeat. 破れを知らぬ戦いを。あなた、結構誉れのない勝ち方してるよ、でも。ぶっちゃけ言わせてもらうと。さあ、どうだ?うっかねえ。あ、でも、浮くわ。これ、勝った、勝ちです。燃えらんか、ま、直火で焼いていく。はい、直火で焼いていく。燃やせ。燃えろ。これなんだよな。そう、これなんですよね。なるほど。ちょっと、戦技がいらねえわけやから。竜の大盾のタリスマン。物理カットを極めて大きく高める。確かにだいぶモリッとは増えている。ただ、そんなに違いあるかな?はい。あー、素晴らしいダメージ。もうダメージえぐいよ、これ。出たね。てで、ここに飛び込んでいくんやったっけ?ですね。かわし方はとりあえず動画で勉強はしてきている。あ、いいよ。あー、非常にいいっすね。そろそろ来ると思うんだ、あれが来るでしょ、あれ。ですよね。これ全力で走っておけねえんじゃない?最後か最後な?まあ、その程度問題ない。もうマンタです。なんかここに来て全然当たんねえんだけど、なんだこいつ。FP 足りるかどうかって話してるよな。最後、ノーリアクションやめ、ノーリアクション。とどめさせ、首跳ねろ。待てい、と。ここで待ったがかかっていく。マンゴーソフトクリーム。プルー!蝶々が羽になってるってデザインのセンスやばいよな。ファッサー、ファッサー。 You will witness true horror. これな、
ナウシカの草野様やんな元ネタ。腐れと。で、ムクガネの装備以外は全部腐ったやな。なるほど。さあ、初手マンゴーソフトが来るぞ。まあ、やったここで結構、あれやね。回復を持ってかれちゃったね。やることは変わらんよ。やることは変わらん。ありがとうございます。とりあえず、これで第2形態行ってもろといて。さあ、全力ダッシュで避けられるはず。なんか当たり判であるんですけど。謎の当たり判定基地。ダウンする？ダウンするよね？ダウンすんのかこれ。羽がある分これ当たり判定でかなってるやろ。なんでこんな、半裸の姉ちゃんに追っかけ回されなあかんのお前。出て行く！一番汚いとこ出て行く！俺のターンドロー、マジックカード、火を焼き尽くせ発動。多少回復されてもね、十分これで巻き返せるからね。それだけの DPS があるんですよ。汚え戦い方やけどな。もう互いに誉れがない。うんじゃん、そんな。全部お前のさじ加減やもん。それがあるからぶっちゃけ嫌いなんよ。それとディゲインな。なんかフロムさんらしからぬ、ゴリ押し対策してるからな。それがちょっと俺、嫌いだな。俺のターン！マジックカードオープン！火を焼き尽くさんかい！よっしゃ、いいよ。いい通り方してるよ。ここ入れようか、一回。それ、しゃがんで当たれへんの強いな、これ。そういう強みもあんのね。だあ！だあ！絶対それ食らわんでええやつじゃん。けどまあもう見えてるから。勝ちは見えとる。そのコンボはもう見ている。見えてる。お前の動きは全て見えてるんだよ。こいつあれやからな、破れを知らぬ戦いよとか言うてるけどさ、エオニア使ってなかったらラダーンに負けてたからな。で、しかもエオニア使ったせいで、ケイリットは腐敗にまみれたわけやから。あなた相当先輩ですよ。やめろ。残念だったな。どうやら最大のチャンス逃してしまったようだな。おい、もう蝶々全部飛んでいって羽なくなれ。まああなたの日頃の行いのせいですよ。あなたが今まで重ねてきた悪行が今こうしてあなたの身に降りかかってるんですよ。わかりますか？あなたが悪い。全部あなたが悪いんですよ。ちょっとおかしくないですか、その判定。おかしく、あ、生きてる。なんでやねん。性格悪。運やねん、これ完全に。運が全てを決定する。ギャンブルやねん。というか、稀にやってさ、こいつあれじゃない？あんまりさ、周回で、強くなってなくない？俺が強くなったっていうのは、あるのかもしれないけどね！ピーッ！正直、だいぶ嫌いよ、あなた。最強って言われてるけどさ、フロムゲーのボスの中で。気持ちのいい強さではないよね。間違いなく。それだけは確実よ。いや、なんかもうマジでおもんない、こいつ。おもんな。ほんまにおもんな。マレニアはギャンブル。良い子のみんなはマレニアなんかやっちゃダメよ。良い子のみんなはマレニアやるときはもうマルチでやろう。水中ランプやめろ。やめろっつっただろ、てめえこの野郎！ゴミが！消せ！こんなボス！やだ。本当にあなた嫌な女ね。本当に。おじさん出番でーす。よろしくお願いします。燃えろ。攻撃しな、それしかないから、絶対それしかやれへんな、おっさんな。もうやれ。燃やせ。焼き殺せ。いい。火を焼き尽くさんかーい。マジでクソゲーやろ、これ。お互いにクソゲーやん。クソゲーでと付き合ってるってもう、クソゲーで殴り合うゲームやん、もう。こうなってくると、エルデンリングの本質が分かった。クソゲーでどつき合うねん、このゲーム。あ、そうか、でも、おっさん読んだら回復されんのか。そういう対策もされてるからやらしいねん、こいつ特に。おっさんが弁当になっちまってる。クソゲーで殴られたらクソゲーで殴り返せ。ちょ、お前かけすぎ、めぐみそんなかけんでいい。めぐみおじなってるってな、どうした。おい、おじさんガチめぐみしか出さねえじゃん。一体何があったんだ、彼に。彼の過去に一体何があったんでしょうか、これ。お前せ。あ、でもまあ、その分の仕事はちゃんとやってくれた。その分の仕事はしてくれたからもういいよ。死んでいい。で、水長乱舞もちゃんと引きつけてくれたな。十分な仕事ですよ、おじさん。あとは任せな。ほら、受け。もっぱつ入れとこうか。おもんな、それ！おもんな！うわー！腐っとんのはてめえの人間性じゃ！その才華は、後にこう呼ばれるだろう。
ビーバーの人。燃やせ燃やせ燃やせ、回復された分焼くんだよ。もうやる気でやる気で、このまんまこのゲームを壊せ。ここで死ぬことほど思んないもんない。チャン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 、ついじゃついついよ。ちょっと FP の回復ぐらいさせてくれよ。おい、おもんない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 、マジおもんない、マジマジくしょ、マジでくしょ、きっしょこいつ、マジきっしょこの生物、あーくしょ、あーきっしょ、あーきっしょ、うえうえ、きんもこいつ、あーやばい、もうジンマシン出てきた。マジで吐き気したって、鼻にクソ詰められたかと思ったもん。運を味方につけるんだよ、これがビーバーの日。いや今のワンチャン終わったやろあれ、これワンチャン終わるもん。何それ何それ、なんだそれ、あの野郎ギリギリリゲインで競り勝ちやがった、ゴミじゃねえか。もうほんまに流れ悪なってきてるって、さっきでもうマジで決まってればな、あんなもうインチキやもん、あそこであれディゲインで耐えんの。さすがにマルチはやらんけどさ、今回さあのマルチでボコボコにすんのがええよこいつ、極悪人やもんこんなん、何されても文句言われへんもんこいつ、牽制あしないし、見習えよお前、あいつどんだけおもろいか、殴ったら殴ったらさ、もっとどついたれお前、こいつほんまゴミみたいな技ばっかり使いやがる、ゴミのような技しかせえへんやん。今からでもこいつ消してくれないですか、フロムさん。最初からおらんかったことにしようぜ。とか言いまくってたら、いや、マレニアはこういう風にやったら面白いんですよとか言われそうやけどさ。俺はごめんけど、ほんまにこいつは思んないと思ってるから。誰がどう言おうが俺の気持ちは変わらん。まごうことなきうんこです。これあれやな、思った。水辺でやったら、水濡れ状態になって炎のダメージ制限されてるんだ。だから、あんまり通らなかったりするわけね。陸地でやりゃ十分なダメージ取るわ。多分ね、こいつはね、ある程度、テクニックのあるプレイヤーからしたら面白いボスなんかもしれんけど、テクニックでやってるプレイヤーじゃなくて、知識と、経験でやってるプレイヤーやから、俺は。そういうプレイヤーからしたらね、こいつマジで思んない。ほんまに思んない。フロムさんのゲームってあれなんよ。テクニックのないプレイヤーでも、楽しくプレイできる工夫がされてるから面白いのな。けど、こいつは、そういうのないから、人の心ないんですよこれ、ガチで情がないからこいつだけ。なぜこんなことになってしまったのかわからんけど、ほらな、ほらな、まだ温情ない、ほら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 出てるよみんな、ほらほらほら、押し切れる、おら死ねー、燃え尽きろゴミが、ふはは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 、邪魔邪魔、Dearest Mikala, my brother, I'm sorry. I finally met my match. 兄貴もすぐにな、てめえと同じとこ送ってやるよ。コリューガンね。ミケラの針を使えば、クルイビを除去できるんですが、クルイビは結局、除去した方がええのかな。まあ、なんとかね、DLC 前に、マレニア倒せましたね。残念ながら、ハイとローデールに行ってね、これのプラニのやつを取りたかったんですが、それがちょっとできなくなってしまったんですが、この装備で頑張ってね、DLC やっていきましょう。だいぶね、いつにも増して口汚くなってしまって、まあちょっと深いな気持ちになってしまった方がいたら本当に申し訳ない。てなわけで、じゃあとりあえず今回はこんなとこで、今回も最後までご覧くださった皆さんどうもありがとうございました。てなわけで、See you next time, バイバイ。次回、DLC でお会いしましょう。てなわけで、また遊びに行ってな。ほな。